サイジェイ2716セントプロトコルはセンサからコントローラに信号値を送信するためのポイントツーポイント方式。低いシステムコストで高精細なデータを送信することを目的としている。セントプロトコルは信号線、供給電圧線、及び設置線の3本のワイヤーを必要とする1、方向の非同期電圧インターフェース。 セントはパルス幅変調を使用してシンボルごとに4ビットを符号化する。セントの時間の基本単位は TIC と呼ばれ、送信者のオプションで TIC は3から 90S の範囲になる。核メッセージの前には TIC 長のフレーミングとキャリブレーションのための 56TIC の公衆機のキャリブレーションパルスがある。キャリブレーションパルスの後、核ニブルは固定幅の低信号で送信され、 その後に、可変調の高周期が続く。低周期の長さは5ティックであるが、高周期は12から2 7ティックの間で変化する。データは4ビット単位で送信され、一定の振幅電圧を持つ変調信号の2つの立ち下がりエッジ間の間隔が評価される。セントメッセージは3 2ビット調で、次のコンポーネントで構成される。オプションで、 データは次の20ビットで構成されるメッセージで転送できる。オプションの一時停止パルスを各メッセージの最後に含めて一定のティック数にパッディングすることができる。下の画像は上記のセント信号を表す。この例ではメッセージの長さの変化を補正するために一時停止パルスが使用される。上記のファーストチャンネルセンサーデータ信号フレームに加えてセントは 他の幅広い情報を伝送できるスローチャンネルメッセージの同時送信も可能である。これらのメッセージはステータスニブルの最上位2ビットにエンコードされてファーストチャンネルメッセージごとに1ビット程度シリアルに送信される。診断情報を送信したり温度などの変化の遅い追加のセンサーから値を報告したりするために使用される場合がある。例 16ビットショートシリアルメッセージフォーマットは16個のファーストチャンネルメッセージフレームを介して16ビットのメッセージを送信するメッセージは次のように構成される4ビットのメッセージ ID8 ビットのデータ4ビット CRC コードステータス2ブルのビット3はメッセージの最初のフレームでは1続く15フレームでは0でエンコードされる次に メッセージはステータスビット2でフレームごとに1ビット送信される。ありがとうございます。